有吉さん、俺の海老原由里さんが自身のおしゃれブログにこんな無邪気のこと書いていらっしゃいました。角盛り式美顔矯正に行ってきたよ。以前から気になっていた小顔矯正、じわじわ骨を動かしていくんだって。しっかり通わなくては。全国の顔デカブスの皆さん、エビちゃんに代わって謝罪させていただきます。悪気はなかったとはいえ軽率な発言でした。超小顔の私でさえエステ通ってんだからさ、おめえらみたいなアドバルーンフェイスは毎日通えやという意味に受け取られても仕方がありません。これからは顔が大きくて心が狭いブスたちのことを第一に考え、慎重に言葉を選んでいきます。ブスは小顔になってもブスですが、本当に申し訳ありませんでした。